こんにちは。今日はナイサーゴルフクラブに来ています。後半アウトコースを8月にここで予選会が行われるのでコース紹介をしたいと思います。じゃあ1番ホールパー5になります。ここはフェアウェイが右半分は右に傾斜しちゃっているので、右に打つと右のラフに流れたりバンカーに入ってしまうので、左の正面のバンカー狙いがベストだと思います。はい、はい、お願いします。グリーンの手前に池があるホールで刻まなきゃいけないんですけど、右に大きな木があるんで左目に刻んで置いていきます。池までどのぐらいですか？でもここからだと230あると思うんで、今日私は普通にスプーンで打っちゃいます。はい、おー、ナイスショット。完璧ですね。狙い通りです。富士山からの目が強いので必ず富士山の位置を確認してください。で、1番は向こうから打っていったら右左に富士山があるので池の奥、そうです、池方向からこっちに順目になってます。はい、2番ホールです。ここは正面にバンカーが見えると思うんですけど、あれを越えるのにキャリー230が必要なので、飛ぶ方を狙ってもいいと思うんですけど、あのバンカーの手前に刻むか、あとは右は結構傾斜で落ちてくるので右狙いといいと思います。バンカー越え狙ってみたんですけど、しっかり入りました。残りが100ヤードのバンカーからになります。アゴちょっと高いんですけど、今日ピン手前なので普通にピッチングでフルショットします。出しました。3番ホールパー3です。ここは絶対に左に外すのと、あの左の手前にバンカーは入れちゃダメですね。必ずもうピンが左でもちょっと右を狙ってグリーンをさせてください。入る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 、わー入った。マロった。マンホールのパー4です。ここは左ドッグになっているので、ちょっと左に打ってしまうとセカンドが狙えなくなってしまうので、右目にフェアウェイ右に置いてください。右ラフでも狙えるかなと思います。セカンドなんですけど、ここは結構グリーンがマウンド状になっているので、まあ、どこのホールでも同じことやるんですけど、ピンと同じ方向に外してしまうとアプローチが難しいアプローチが残ってしまうので、ピン狙うというよりは安全なところに置くっていう感じで、今日のピン位置だとちょっとあれは左目なのでピンの右に置いた方が安全にパーは確実に取れると思います。富士山は
とグリーンだと左から右です。はい、左にあるので左から順目になります。はい、ピンの左だったんだけど、セーフです、あれなら。あ、うまいで。本当にでかいでしょ。あ、でかいでしょ。いや、でもこんな。マジで。そう、僕181センチなんですけど。こんな感じ。こんな感じ。こんぐらい。こんぐらい。奥のバンカー言った？奥のバンカー言ってない。絶対奥のバンカーも言っちゃダメ。奥のバンカーからの方がダメ、はい、のがダメ、はい、もっと深い、もっと深い、階段がついてる、なんて言ったって。5番ホールのパー5です。パー5なんですけど、ハンディキャップ1で結構難しいホールで、正面にあるバンカーは170ぐらいで超えると思うので、全然気にせず、左のフェアウェイバンカー届いてしまう距離だと思うので、ベストは右の手前のバンカーの上を狙っていくのがいいと思います。セカンド地点なんですけど、ここは正面の山が見えるんですけど、そこがバンカーになっていて、ここからだと200ぐらいで入ってしまうと思うので、距離の出る方はそれは気をつけて手前に刻んだ方がいいと思います。あとできればフェアウェイ左サイドの方が次が狙いやすいと思います。ぼちぼちです。で、3打目地点なんですけど、ここは私今ここ110ヤードなんですけど、打ち上げは5ヤードぐらい足してください。奥は絶対ダメで、見えてるバンカーも顎が高いので絶対入れないようにしてください。はい、フェデさんは左です。左から順目になります。はい、ちっちゃい木があるんで、あれがフェデさんの方向になる。グリーン見渡してみてください。はい、ワンホールのパー4です。ここは左のラフがもう谷みたいになっていって落ちていってしまうので、右っていうか正面にあるバンカー狙いがいいと思います。ただ距離が出る方はそこに入ってしまうので、左手前にあるバンカーの上、もしくはちょっと右を狙っていくと、ちょうどダウンヒルになっているのですごい転がって距離出ます。攻める方はそっち狙ってください。このグリーンは結構グリーンの真ん中に段があるので、ピンが手前の時はとりあえず奥の段にはいかないように、でピン奥の時は奥にオーバーさせないようにしてやってください。終わってましたね。奥行っちゃいました。手前方向から左奥に順目になります。向こうから打ってきました。7番ホールのパー4です。ここは左のバンカーがフェアウェイバンカーなんですけど、ちょっと顎が高いので入れてしまうと結構距離も残って難しくなってしまうので、フェアウェイセンター、まあ、少し右サイドが狙い目です。で、池があるんですけど、ちょっと200
多分40ぐらいちょっと入ってしまうので、距離が出る方はスプーンとかで刻んだ方がいいと思います。セカンドなんですけど、ここ池がグリーン手前30ヤードぐらいのところにあるので、それだけは避けたいですね。あと後ろ振り返ると、ちょっと今日は雲でかかっちゃってるんですけど、富士山の後ろにあるので、グリーンセンターエッジから奥に順目なので、意外とセカンドが転がっていきやすいので、そこは気をつけて計算してセカンド打ってください。とりあえず池は気をつけてください。あとはグリーンの真ん中ら辺が奥からすごい傾斜があるので、ピンが手前でもちょっと大きめに打っても戻ってくるので、あんまり短いクラブよりかは大きいクラブで余裕持って打った方がいいと思います。9番ホールのパー4です。ここはフェアウェイが左に傾斜しているので、少しフェアウェイ右サイドに打ちたいんですけど、ちょっと距離の出る方は右のバンカーとかも入ってしまうと思うので、打ち所が狭いんですけど、ベストはフェアウェイセンターちょっと右サイドになります。ナイスアウトです。ここは左側に池があるんですけど、あんまり意識しない方がいいと思います。逃げるなら右側ですね。右からのアプローチってそんなに難しくないので、まあ、右目を狙ってください。はい、鳴沢は結構コース戦略を考えないと結構悪い方にはまってしまうコースなので、やっぱりピン位置とか見て考えてコース回っていただけたらいいと思います。そうですね、はい、ピン位置に対して近い方にミスは絶対ダメです。右にピン切ったら左に外すように、左にピン切ったら右に外すように、ピンの方を攻めていくと痛いことがいっぱいあります。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、リンゴルフオープンニュースをお伝えしたいと思います。6月7月のスケジュール、8月まであるかな、ざっと出てます。6月15日福岡クイーンヒル、ゆっこが会場に行きます。でインターからも近いゴルフ場となってますので、アクセスもいいということでたくさんのご応募お待ちしています。で7月22日軽井沢ですね。7月で結構暑いんですけれども、避暑地飛ぶ、天気がいいとカート乗り入れできるので、こちらの会場もお待ちしています。りさちゃんが来ることが決まっております。でもう一個、8月17日鳴沢、こちらのかなり名門となっております。 YouTube でも結構上がってるんですけど、富士山がかなり絶景ポイントでたくさん撮れますので、ご応募いただければと思います。以上、ご参加お待ちしています。バイバーイ。